担当の塩川哲也です。梶山大臣と大臣出身質疑の際に官民癒着の質問をさせていただきました。途中だったもんですから今日はその続きということで、最初におさらいです。人事院にお尋ねいたしますが、官民人事交流制度、民間企業から国に来る場合の交流採用で、雇用継続型における服務や給与に関する規制はどうなっているか、またそのような規制を設けている理由は何か、この2つでお答えください。人事院福田人材局長。お答えいたします。官民人事交流法におけます交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くことができないことなどとされておるところでございます。また給与につきましては、国が給与を支給することとされ、交流元企業から給与補填は禁止されているところでございます。このような規制が設けている理由でございますけれども、交流採用職員は小売元企業への復帰を前提として採用されるものであることから、公務員が国民全体の奉仕者であり、公務の公正正当が設けられていることを踏まえまして、このような措置が講じられているところでございます。塩川君。お答えいただきましたように、官民人事交流制度、民間企業への復帰を前提にしているということであります。雇用もそもそも継続しているわけです。でその際に交流元企業の業務に従事をすること、元の出身企業で働くことは禁止だよと、それから国が給与を支給をして民間企業からの支給は受けられませんと、つまり出身企業からの給与はもらってはいけませんという仕組みになっているということです。そうなっている理由として、やはり公務の公正性、これに疑念が生ずることがないようにということでありました。内閣官房にお尋ねしますが、先日伺った健康医療戦略室における民間企業出身の非常勤職員の方、3時間補佐出産の方、民間企業ですと11人でしたけれども、この方たちは出身企業との雇用が継続しているということでよろしかったですね。内閣官房上田人事政策統括官。お答えいたします。そのように認識でございます。塩川君。ですから健康医療戦略室における民間企業出身の非常勤職員の方々は出身企業との雇用が継続をしている、その身分で仕事をしておられるということです。でそうしますと、一方の官民人事交流制度との対比でいった場合に大きな違いが出るわけですが、同じようなところをお聞きしますけれども、この健康医療戦略室における民間企業出身の、非常勤職員の場合に、雇用が継続をしているということですが、出身企業で勤務することに規制はあるんでしょうか。また出身企業で働く出身企業から給与を受けることについての規制はあるんでしょうか。上田統括官。お答えいたします。ただいまご指摘のございました職員は非常勤の職員でございますが、一般論で申し上げて、非常勤職員と申しましても従事する職務や期待する役割も多様であることから、民間企業との雇用が継続されている非常勤職員が当該企業の業務に従事すること、あるいは当該企業から給与を受けることについて国家公務員法上一律の規制は設けられていないところでございます。塩川君。一方の官民人事交流制度は出身企業から給与をもらうことはできません。また勤務をすることもできませんとなっていますが、内閣官房にある内閣官房副長官補室の分室である、健康医療戦略室というまさに政府の政策の企画立案に所属するような、政府内でも重要なポストにいる非常勤職員の方々が民間市のその出身の企業から給与を受けることの妨げもないし、働くことも妨げがないという点ではあまりにもアンバランスではないかと思うわけで、大臣にお尋ねしますけれども、このように民間企業を所属して国の機関で働いている点は同じなのに、一方の官民人事交流制度では企業での勤務や給与を受けることが禁止され、他方の
政府の中枢の内閣官房で企画立案に参画する非常勤職員の場合は出身企業で働くことや給与を受け取ることについて制約がないと。でこれはやはり公務の公正性に疑念が生じる事態ではないのかと。でそこでお尋ねしますが、この非常勤職員たくさんいろいろありますと、一律ではできませんというのも前回ご答弁いただいたんですが、このように、ね、内閣官房など の, その政府の中枢で企画立案に従事するような非常勤職員について、やはり官民癒着防止の観点での規制を設ける、そういう考えはありませんか。梶山国務大臣。前回もお尋ねがあって、その継続という続きということでありますが、各府省において国の重要政策課題に対応するために民間の専門的な知見を有する者を非常勤職員として採用している場合もあるところであります。今の委員のご指摘ものところもそうであります。一方、民間から来た非常勤職員の活用によって官民癒着等の疑念を抱かれるようなことがあってはならないと認識をしております。このようなことも踏まえて、非常勤職員においても公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から守秘義務、信用失墜行為の禁止など国家公務員法の服務に関する規定が適用されており、その的確な運用とともに補助金の交付などについても適正になされることが必要と考えております。塩川君。補助金を受け取っている企業と の, そのいろんな規制が、ね、かかったりとか、守秘義務がかかったりとかっていうのはたくさんあるわけですけれども、しかしこの政権の中枢での企画立案という極めて重要な部署に、特定企業のまさに営利企業の営利を追求するような観点で企画立案をされるということは、という疑念が浮かぶということは、やはり官民癒着の観点から防止をする、しっかりとした規制を図る必要があるんじゃないのかと率直に思うんですけれども、今言ったようにいろいろじゃなくて、この企画立案ってまさにね、自分の企業の利益になるような政策を作るということについて、終わったら戻りますと、給料も出てる可能性だってあるわけですから、それはやっぱりおかしいでしょうってなると思うんですけど、それはいかがですか。梶山大臣。先日最後にも塩川委員からお話があって、私自身も検討課題として、認識しているというお話をさせていただきましたけども、まだご指摘から間もないところでありますけれども、そういう検討課題として認識をしているということであります。塩川君。分かりました。極めて重大な問題だと思いますので、しかるべく対処を強く求めるものです。そこで内閣官房にちょっと事実関係でお聞きしたいんですが、健康医療戦略室では同一企業の出身者の方が継続して勤務をしております。もちろんお一人お一人の方々は数年単位なんですけれども、複数の方がいらっしゃっている例もあるんですが、例えば日立製作所はこれはどんなふうになっているのか説明いただけますか。内閣官房鎌田内閣審議官。お答えいたします。ご指摘の日立製作所、株式会社日立製作所の出身者でございますが、健康医療戦略室におきましては、まず一人目が平成25年9月13日から平成27年9月12日まで、それから二人目がですね、平成27年9月13日から平成29年9月12日まで、そして3人目が平成29年10月23日から現在まで働いています。塩川君。3人の方が継続してついておられる、若干2人目と3人目の方は1ヶ月ぐらいで空いてますけれども、基本2013年から継続的にいらっしゃるわけです。でこういった日立製作所出身の方が健康医療戦略室でどんなお仕事をしているのかというのは分かりますか。鎌田審議官。健康医療戦略室におきましては、医療分野の研究開発の推進、あるいは医療等データの利活用基盤の構築ですとか、あるいは国際医療の国際展開などの業務があるわけでございますが、
非常勤職員の方にはですね、先ほどおっしゃった3時間の補佐あるいは主査としてこれらの業務にそれぞれの知識経験を生かして取り組んでいただいているところでございます。塩川君、2015年度以降日立製作所が健康医療戦略に基づき日本医療研究開発機構 AMED を通じて受けた補助金の支給額はいくらになるのかを示してください。鎌田審議官。お答えいたします。2015年度平成27年度から、今年度平成29年度の12月4日までの期間でございますけれども、まあ、正確に申し上げますと、日立製作所に対しましては、AMEDから補助金という形では言ってございませんが他方、委託費という案件では複数ございます。複数案件ございます。でこの委託費はいずれも公募によって外部有識者の評価を経て採択されたものでございますが合計金額といたしましては6億6430万8767円でございます。塩川君、まあ、6億6000万が3年足らずで交付を受けているということになります。日立製作所はその経営戦略として医療機器分野へのヘルスケア事業を注力する事業の一つとして位置づけています。来年度の売上収益は2015年度比の 1.3 倍か4400億円を目標に掲げている、まあ、こんな方針を示しておられます。でその日立製作所出身者がこのような健康医療戦略室で継続的に職務に従事をしている。今言った委託費、まあ、公費、国費の支出のあり方としてやっぱり官民癒着と批判されても仕方がないんじゃないかと思うんですがいかがですか。鎌田審議官。健康医療戦略室におきましては繰り返しですが、まあ、健康医療戦略などの企画立案するわけでございまして一方ご指摘の研究費の支出についてはですね、関係省庁からの要求を計上いたしまして、AMEDにおきまして原則として公募により実施されるところでございます。健康医療戦略室の非常勤職員はそうした AMEDにおける個別事業の採択等の一連のプロセスには関与していないところでございます。塩川君、具体的な事業研究開発のメニューですとかっていうのは当然その室の中での議論があるわけですよ。どういう方向で取り組んでいるのかっていう全体像が見える中でのこういったさまざまな委託などについての公募ってなればおおよその検討をつけてどうかっていうそういう疑いも含めて疑念が持たれるのは当然だろうと思います。でこういった民間企業と政府の機関の接点というのは何もその3時間補佐課長補佐クラスだけではないわけですね。例えば健康医療戦略室には健康医療戦略推進本部に対して政策的助言を行う健康医療戦略参与会合というのが置かれています。で戦略室の首相にかかる専門的事項について意見を述べることになっています。でこの健康医療戦略参与会合に一般社団法人日本医療機器産業連合会が入っています。で現在のこの医療機器産業連合会の会長企業はどこかというと日立製作所なんですよ。で日立製作所でヘルスケアビジネスユニット CEO を務めている方が医療機器産業にかかる業界団体の要求を政府の政策に反映する仕事をしているわけなんです。でこの日本医療機器産業連合会がまとめた産業ビジョン2013年の3月ですけれどもこれを見ると国への要望項目として政府による政策の総括のための司令塔の機能強化とオールジャパンの支援一元化の整備を求めるとあります。でこれに呼応するように翌2014年の通常国会で健康医療戦略推進法案が提出され成立をし健康医療戦略を閣議決定をし医療分野の研究開発を促す研究環境整備と助成業務を行う日本医療研究開発機構が設置をされました。で健康医療戦略をトップダウンで行う体制づくりになっています。でまさに医療機器産業連合会が要求したオールジャパンの支援一元化の整備そのものという実態があるわけです。で、まあ、次期経団連会長に名前が挙がっております日立製作所の中西氏は
未来投資戦略を作る未来会議のメンバーで、ここでも政府の成長戦略の立案の中心に座っています。ですから課長クラスでも関わっているし、この常務のクラスでも産業会合に関わっているし、社長などトップのレベルでも関わっているという点では、こう重層的に民間企業及び業界団体代表が政府の重点政策に直接関与することで、大企業財界の利益が優先される仕組みを作っている。大企業財界の利潤追求をトップダウンで推進する司令塔として、内閣官房の機能強化が行われていることは極めて重大だと、このような財界方針の政治の転換こそ求められていることを述べて質問を終わります。